二人とも。いやもうあれから目の回るような忙しさだったからな。編集が終わったら次は宣伝と上映の仕事が始まって。今日は授賞式だろ。オイラたちの永遠はフリーナ賞をもらえるかな。僕は 90% はいけると思っているよ。フリーナ、もう会場に来てたのか。一番乗りだな。他のみんなももうすぐ来るさ。そうだグザビエ、ショーで思い出したけど、君が僕らのチームに名前をつけるべきじゃないか。え、まだ受賞できるかもわからないんですよ。そんなタヌキの皮算用みたいなことはとても。いや、目を見開いて歌劇場から出てくる人たちの反応を見てごらんよ。みんな良かったと言ってるよ。自分でも分かってるくせに。歌劇場のスタッフがきっと君に会いに来て永遠の上映回数を増やしたいって言ってくるぞ。今回の興行収入の利益でちゃんとした永遠会社だって作れるんだろ。でもこれは自分一人の功績じゃありません。善良な紳士淑女の皆さんの血と汗の結晶があったからです。一人で名前を決めるなんてことできませんよ。とにかくよく考えておきなよ。みんなも賛成してくれると思うから。わかりました。でもその前に旅人にパイモン、悪いがメロピデ要塞に行ってきてもらえないか。え、まだ受賞式が残ってるのに。二人に我らがヒロインシュブルーズさんのお迎えを頼みたい。最近ずっと彼女の姿を見かけてなくてな。今日の受賞式を知らせる機会がなかったんだ。だが今日銃殺事件の犯人を特巡隊隊長が自らメロピデ要塞に移送するらしい。そう新聞に書いてあった。よし、グザビエはここで待っててくれ。頑張っていい名前を考えとけよ。了解だ。じゃあよろしく。本当に賞なんか取れるのでしょうか。安心しなって、僕の目に狂いはないはずだ。移送任務完了。この3人をよろしく頼む。この後用があるようだな。あ、急いでパーティーに向かわなくてはならない。こいつはまた珍しい。新しい趣味にでもハマったのか。今回はちょっと特別というだけだ。シュブルーズ公爵、祭りってのはいいもんだ。ここですら賑やかになるんだから。それがフォンティナリア祭というものだろ。ああ、看護師長なんか栄養満点なスペシャルミルクセーキを用意してたぞ。ヘルシーさもまたスペシャルなやつをな。仕事の話をしてたのか。もう話は終わった。リオセスリさんへの挨拶も済ませた。だろ。はっきりと返事をした覚えはないが。でもノーとも言わなかった。そうだ、いい考えがある。彼らに一人一部ずつ新聞を配ろう。例えば一面に20年前の出来事が載ってる新聞とかな。そしたら一人不運に見舞われるやつが出るだろうな。そして二人は英雄扱いされることになる。英雄といえば、あんたら二人は俺に何か用か。オイラたちが来たのは。私をパーティーに誘いに来たんだろう。今日が何の日か忘れてはいない。じゃあ急いで行こうぜ。公爵、またな。良いフォンティナリア祭を。ああ、あんたらもな。発表いたします。第1回フォンティナリア英英祭フリーナ賞を獲得したのは二重詩です。オイラたちだ。本当にオイラたちが取ったぞ。
おめでとうございます、グザビアさん。まさか、俺が。皆さん、本当にありがとう。フォンテーヌのエンタメ界を見る僕の目に狂いはなかったことが証明されたね。それでは、二重詩のプロデューサー、グザビアさん、ステージへどうぞ。ありがとうございます。我々の作品を認めてくださったことに心から感謝いたします。この場で特にお礼を申し上げたいのは。時が経つのは早いものだ。ええ、シュブルースから銃の持ち方を教わったのがほんの 2,3 日前のことのように思えます。またフォンテーヌに来てくれるか。もちろんです。私はこの町が好きですもの。新しいものが見切れないほどありますからね。シュブルースも稲妻に来てくださいますか。今までそんなこと考えもしなかった。だがこれから考えてみよう。あなたが訪れるのをお待ちしております。その時はぜひうちに遊びにいらしてください。お茶菓子をご馳走いたします。あ、また連絡を取り合おう。君の望み通りってわけね。あなたもそろそろ稲妻に戻るべきでは。小倉屋の方はどうなの。万事順調ですよ。じゃあ彼女によろしく伝えといて。承知しました。島に雷雨が降らなくなったそうね。争いもなくなりました。平和で安定していますよ。それはよかった。生地を干すのにぴったりなお天気になったみたい。名前を挙げた全ての方々にもう一度感謝の意を。あなたたちがこの舞台まで連れてきてくれました。これは皆さんと一緒に作った英雄です。またメンバー全員の賛同を得て正式にグザビエ撮影クルーをガンズフィルムカンパニーと名付けました。おお、ああやって高らかに叫ぶとかっこいいな。では続いてガンズフィルムカンパニーの皆様、ステージでの記念撮影にお集まりください。お、記念撮影の時間まで用意してあるのか。フリーナ監督、あなたこそがこのトロフィーを掲げるのにふさわしいお方だと思います。いやだよ、そんな恥ずかしい。監督ほどふさわしい人はいない。ええ、敵役です。諦めなさいよ。準備はよろしいですか。 3、2、1、 ガンズフィルムカンパニー。フリーナ様、写真をもう一枚撮らせてください。あとサインももらえたら、一緒に仕事をした記念に。受賞した時に眩しいフラッシュを嫌というほど浴びたんだけど。そんな、フリーナ様こそ私が見てきた中で最高の監督、最もフォトジェニックなお方。あなたはこうした熱気ある喜ばしい雰囲気が何よりもお似合いです。カメラマンなら誰もがそう思うはずでしょう。さあ、我が愛しの大スターよ、見せてください。あなたが輝きを放つ瞬間を写真機が首を長くして待っています。そんな風に褒められてもね。ああ、わかった。仕方ないからポーズをいくつか取ってあげるよ。トロフィーは持たなくていいだろ。ああ、はい。もちろんその辺はご自由に。実にありがたい。なんてことだ。
俺は自分でも驚くほどついてる。ヨイミヤさん、これまで機会がなくて言えなかったのだが、ここ数日本当に世話になった。え？うち特になんかした覚えないけど。最後のあの特別な芝居に協力してくれただろう。助かった。最初から分かっていたのだ。モリスと単独で接触するのは多少なりともリスクを伴うと。お前は我々特巡隊と違って特別な訓練を受けていないのに。そんなん言わんといて。うちは監督助手やねんから、仲間のあらゆることに力を尽くすのは筋ってもんやろ。シュブルーズの事件解決に役立ったんやったらうちも光栄やわ。そりゃあの時は地面に寝っ転がってしばらくは心臓がバクバクしとったけど、周りに聞こえるんちゃうかと思ったわ。ああ、お前はよくやってくれた。そうや、もし稲妻に来ることがあったら長野原花火屋まで遊びに来てえな。花火を作ったるさかい。絵柄ももう考えてあるで。もしかして銃か。今はまだ内緒。知りたかったら稲妻に来て自分の目で確かめたらええわ。こんなところでお会いするとは奇遇ですね。ああ、これはフォンタという飲み物です。喉越しが新鮮で気に入っています。世界に爽やかをという歌い文句もいいですね。これを文化交流の項目の一つに加えたい気もします。フォンタにミントを足したらどのようになるのでしょう。とても気になります。なんならもう少し思い切ってフォンタを同量の五目ミルクティーで割ってみるのもとても美味しいとは思えませんね。あなた方のおかげで英英は無事上映され、シャブ業もパレメルモニアと提携を結ぶことができました。もしまた機会があったら、今度は本気で英英の主役を演じてみるのもいいかもしれませんね。それともあなたは悪役の方が私にふさわしいとお考えでしょうか。ありがとうございます。彩香と宵宮さんの面倒は私がしっかり見ますのでご安心ください。あなたのこれからの旅が順調でありますように。あれ、君たち何か用？服をオーダーメイドしたいの？だったらいつでも歓迎するわよ。君たちのおかげで永遠も予定通り上映できた。うちのブランドも大勢の人に見てもらえる。またまた謙遜しちゃって。ルザビエを助けたし、シュブルーズだって助けた。キララも前にお世話になったって言ってたし、みんな私の友達なのよ。二人がしたことは君たちが思ってるよりはるかに多いの。私は一階のファッションデザイナーで、怪しい副業なんかしてないから。ただ商売の関係で友人がどんどん増えて、厄介事も多くなってね。助けられたり助けたり。今日お世話になれば明日はこっちがお世話する。それが商売ってものでしょ。フリーナ賞を取ってグザビエはそれはもう大喜びしてるわ。次は本当に噴水で発見されることになりかねないかもね。うちで服をオーダーする人もどんどん増えて、店は猫の手も借りたいほどよ。これで夢にまた一歩近づけたのかな。とにかくチオリアは君たちならいつでも大歓迎よ。もうすぐフォンテーヌのファッションウィークだから、そっちの応援もよろしくね。そう、じゃあまたね。
英英の撮影を無事に終えられて嬉しいです。この期間中大変お世話になりました。え、ありがとうございます。最初は皆さんの足手まといにはなるまいという思いで頑張っていました。自分のせいでカットがかかるのは恥ずかしいと思っていたのです。フリーナ監督の辣腕と辛抱強さ、シュブルースやエレインさんの細やかな指導、そのおかげでなんとか少しずつ慣れていきました。そうは言っても最後になって皆さんやあなたが褒めてくださるとどうしても気恥ずかしくなってしまいますが、はい、いとまができると宵宮さんと一緒にフォンテーヌ邸のいろいろな場所を巡っています。優雅な街の風景、美しい観葉植物や草花、夢の中にいるような海底世界、キラキラ光る思い出ができました。少し前にあなたも同じ場所を歩かれたかと思うとなんだか嬉しくなるのです。いえ、私は普段こんな風に外出する機会は滅多にありませんので、今回は新しい友人ができた上に皆さんから多くのことを学ばせていただき大きな収穫がありました。とても大切な思い出です。あ、そういえばシャブ業の皆さんにお土産としてショーラマドレーヌを用意しました。コーヒーに合わせるとコーヒーに合わせるとはい、ありがとうございます。あなたも冒険の道中お体を大切に、また機会があれば稲妻でお会いしましょう。